M53 は髪の毛座にある球状星団である。両剣座の M3 のミニチュアとも言われるが、実際には M53 の方が規模が大きい。双眼鏡では小さく明るく丸い星雲状に見える。周囲のほのぼしは、合計9.5センチメートルの望遠鏡から見え始めると佐護は言っている。合計10センチメートルで条件が良ければ、中心部がザラザラした感じで、 周辺部にほの星がたくさん見える。口径30センチメートルでは、中心部まで星が分離する。明るいので、勾配率でも暗くならずよく見える対象である。1775年2月3日に、ヨハン・ボーデが発見した。ボーデは、髪の毛座十番星の東、新星雲、望遠鏡を通して、丸く綺麗で鮮やかと記している。ウィリアム・ハーシェルは、 これまで記憶にあるものの中では、最も美しい眺めの一つ。充実した玉のような形に見え、ぎっしりと詰め込まれて光り輝き、その周辺を無数のほのぼしが取り巻いている。M10 に似ているとした。ジョン・ハーシェルは、星がまばらに連なり、カニの短い足のようであるとした。ロス教は、一点に凝集していない。この小さな範囲に4から5箇所の集中点があると、記した。 ハーロー・シャプレイは変更性を50個発見し、続いてカフェイは46個追加した。ありがとうございます。